これはまた立派な聖堂ですね。この村の方々はよほどの強い信仰を持っておられたのですね。そうでなければこんな山奥にこれほどの大伽藍は作れないでしょう。同じ神に仕える者として誇りに思います。ご案内ありがとうございました。明日改めてこの村の方々にご挨拶する予定ですが、完成した聖堂というのを一度見ておきたくて。ところで、宿屋はどちらになるのでしょう。あ、あちらですね。ありがとうございます。え、宿までご案内いただけるのですか？ご親切にありがとうございます。では、向かいましょうか。お越しで。お世話になります。しかし新しくて綺麗な旅館。いや、ようこそお越しで。いや、もう久々のお客さんで嬉しくって嬉しくって。はあ、うちの村は今村おこし中なんだけど、まんだお客さんが全然来ねえんだわ。ああ、こちらがお客さんの部屋になるんで。ありがとうございます。明日は日の出すぐ起こしに行きますんで、ゆっくりお休みください。なんだか勢いのある人でしたね。あなたもこの宿で暮らしておられるのですか？あちらの方の部屋なのですね。なるほど。それではまた明日。おやすみなさい。
どうしたん？今この部屋に誰か人が。人？何かの見間違いじゃねえか？確かにいたんです。まあ長旅で疲れとるんじゃろ。ゆっくりお休みなさいな。気持ちのいい朝ですね。でも昨晩の人は誰だったんでしょう。気になって朝食が進みませんでした。結構ん？でも村にはいろいろな名産品があるとか楽しみですね。とにかくまずは聖堂へ向かいましょうか。こんにちは。お手紙をいただいた立花ハモモルですが。おお、ようこそおいでいただきました。私があなたを招待したダイウス・ジュアンです。彼はこの村の村長の息子で村のまとめ役なのですよ。私はこの村の神父で岡田クロスと申します。よろしくお願いします。それにしても素晴らしい聖堂ですね。この村の皆さんの深い信仰心を感じます。ありがとうございます。見事なものでしょう。これが村おこしの目玉なのです。はい。このダイウス村を日本には珍しいキリシタン村として売り出すのです。ただこうして立派な聖堂はできましたが、観光にはその土地の歴史、伝説の類がつきものですな。はあ。聞けば立花さんはこの地方のキリスト教の歴史を調べているらしいですな。そこであなたにこの村の郷土史をまとめてほしいのです。ジュア、もう少し丁寧にお願いした方が。はあ、ガイドブックのようなものを作りたいということですか。おお、ガイドブックとは聞き慣れない言葉だが。観光案内書です。その土地の名所名物を紹介するものですが、歴史や伝説などが書かれていることも多いですね。それは興味深いですな。今度詳しく聞かせてください。だがクロス、私は村の寄り合いがある。お前がマリア像をご案内してくれ。では。強引なやつですいませんね。はあ、少しびっくりしましたが、興味深いお話なので喜んでお引き受けいたします。ありがとうございます。ではマリア像の祠に向かいましょうか。聖堂ができるまではここがこの村の信仰の中心でした。荘厳な雰囲気ですね。村人たちは自分の罪をこのマリア像に告解していたそうです。なるほど、皆さんの心の支えだったのですね。ん？裏に何か赤い印と文字が書かれていますね。サングイスクルイス、ラテン語で鶴の血という意味でしょうか。え？
それは知りませんでした。誰かのいたずら書きですかね。そういえば用事を思い出したのでここで失礼したいのですが、これからどうします？誰か別のものを呼びましょうか。こちらの方に村を案内していただけるのでは？うん。ああ、わかりました。それではよろしくお願いしますね。では、行きましょうか。この村の昔話？そうや、やっぱり聖人様のお話ね。みんな子供の頃から聞いてるから。この村で知らない人はいないわ。なるほど、この村の信仰の中心なのですね。あの聖堂も聖人様の偉業を称えるために作られたのよ。いつかまたこの村に奇跡が起こることを祈るための場所ね。ね、あなたも聖人様を応援しない？聖人うちわをみんなで作るの。うちわですか？また今度機会があれば。これはすごい。たくさんの本がありますね。こちらは神学の本、あちらは小説や辞典でしょうか。しかしこの村独自の歴史、信仰を伝えるものはないようですね。残念ですが他のところへ行きましょう。あ、すみません、起こしてしまいましたね。おお、見ない顔じゃな。外から来られたか。はい、この村の郷土史を作りに来ました。おお、そうかそうか。それではまずこれを食いなされ。え、いいんですか？それは聖人饅頭といってな、その昔この村に。え、もう食べたのか。仕方ない、もう一個やろう。この村が昔飢饉に陥った時、たまたま外からあるお客が来てな、その方がこの村を助けてくれたので村の聖人となった。え、また？もうないんじゃ、ごめんな。いえいえ、大変美味しかったです。そうか、村おこしのために聖人様の饅頭を作ったのじゃ。他にも聖人うどんや聖人鍋があるぞ。ぜひ食っていきなされ。名前はともかく美味しそうですね。まあゆっくりしていきなされ。あれ、ここは。すみません、何をしているのでしょう。あれ、見てわからんかね。ここは墓場だろ。で、俺たちは村おこし中だろ。あ、やっぱりここはお墓なんですね。肝試しのイベントとか？なんでそんな神器臭いこと。俺たちがここでやんのは過激だよ。村に来た人たちに俺たち墓場過激団の劇を見てもらうんだ。過激？そうそう、ここら辺は眺めもいいし静かだろ。俺たち歌を練習してんだ。練習してんだ。はあ、しかしなんというか大胆な試みですね。聖人に歌えばって歌劇をやんだ。公演が決まったらぜひ来てくれよな。来てくれよな。
まあ、新手の盆踊りみたいなものかもしれませんね。